誘って言われますよね。はい。ワオさんとかキャバクラ行きまくってるって言うから。でも行ってるじゃん。そうなんですよ。一緒に行ってるやん。めちゃくちゃさ、風評被害だね。はい、どうもこんにちは、すぐきです。今回はね、ブレインカレッジコンテンツ制作大高校の翔野くんをゲストにお迎えして、フリートーク撮っていこうかなというふうに思っております。お願いします。はい。今をきらめくインフルエンサーですよ。ありがとうございます。よく文化を作ったよね、あのコンテンツ制作大高っていう。そうですね。まあ、まだめっちゃその人口が増えてるわけではないんで、うん、あれですけど、まあ、一つ職業としては確立された感じはあるかなと思いますね。だって、2年前ぐらいまではさ、ツイッターやってなかったんじゃないの？やってなかったですね。僕、あの、アカウント自体は、プライベートアカウントなんで、あれ、はいはい、昔からあるんですけど、ちゃんとやり始めたのは、本当に、ここ2年ぐらいの話ですね。そうですよね。最初はさ、お猿さんとか、袋の下請けみたいなところが始まって、はい、ちゃんと自分で発信をしていって、フォロワーを伸び、そして、自分でブレイン出し、売れ、そして、ジュース品種をやり、素晴らしいね。ありがとうございます。っていうのは、もともと何ですか？今回はなんで東京来たの？普通にこっちで仕事があって、ほうほう別件で。はい。何日も疑って。そうだね、真面目ないよね、はい、意外と。そうですよ。僕は本当に貧困法制ですよ。でもこの感じなのに真面目なのよ。どういうことなのかな。コメント欄でチャラそうって100ぐらい来てた。マジっすか？まだ出たことない。でもね、ほんと、言われます、それは。ね、チャラそうって言われますよね。はい。ゼロではないじゃないですか、女の子と遊んだりすることは。うん、そういう時にもやっぱ言われます。なるほどね。はい、でも、この界隈で言う真面目って、一般界隈で言うゲスだからね。うん、基準値が違いますからね。うん。知らなきゃいけないって言ったんだけど、浮気しない男を見つけるのは、おごってくれる港区女子を探すのと同じ難易度だって言ってた。全くもってそうですね。はい。っていう基準値の界隈なのよね。そういう感じで見られるじゃないですか。職業的にはそうですし。だからみんななんか遊んでるブランディングしちゃうからね。そうなんですよ。我々真面目なのに。ワオさんとかキャバクラ行きまくってるって言うから。でも行ってるじゃん。そうなんですよ。一緒に行ってるやん。めちゃくちゃさ、風評被害だよね。全然行ってないんですよ、あれ。一緒に。行ってない行ってない。それはね、ちょっと風評被害やなと思って。だからそう、いろんな人に警戒されるじゃないですか。見てください、これ。ちんともさんとかにめっちゃ距離と。しかもあれだからね、わざわざ椅子持ってきて違う椅子用意してる。めちゃめちゃ嫌われてるやん。ワオくんだったら多分この辺。あ、やばい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 。それはよかった、それはよかった。カズですか？カズくんはもう画面外。一緒に映らへん。ネタですかね、カズくんは。そうなんですよ。イメージと風評被害がね、ひどいですね、ちょっと。実際はどれぐらい遊んでんの？実際？どれぐらい遊んでんのって難しいですけどね。だから、はい、直近のラブホテル入室回数。一番生々しいやつ言うんですね。うん、でもさ、少ない3とかっすよ。3が少ない。いや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 。じゃあ、人数は1 ?3 でしょ ?3 は3です。ほら。継続のことラブホテル行かなくないですか？ええ、家とかで行くんですか？ああ、でも大阪だったらそうか。うん。東京来てはないの？東京来ては、ラブホテルじゃなくて普通に自分泊まってるとこ。ああ、はい。それをカウントしてないわけです。ああ、よくないな。よくないよくない。まあでもさ、だいぶ収入上がったわけじゃん。はいはいはい。この2年ぐらいで。はい。なんか生活変わった？生活は変わりましたね。おぉ。うん、いろいろ変わったかな。一番わかりやすいところで言ったらタクシーとかですよね。もう大体タクシーに乗って移動するようにはなりましたし。昔は自転車だったよ。自転車でパソコン。そう、どこにまででも自転車で行ったもんね。40分ぐらい漕いでたもんね。すごいな。田舎ってのもあるでしょ、うん、多分。佐古さんが、車乗ってるぐらいの時は僕ね、あなんか YouTube で見た。はいはいはい、はい。めっちゃ細いライズアップ書いて行ってる時、会社の名前書いた T シャツ着て、ライズアップに車で行ってる動画を見たことあるんですよ。多分それぐらいが今の僕と一緒ぐらいですかね。そうかもしれないね。ご飯とかは、人と行く時はちょっといいの行くようになりました。これぐらいのホストだったもんね、ちょっともう。まあ確かに。ほら。だから、3年後こんな感じだからね。ああ、気をつけてるけどね。だいぶ。今もう、だから、佐古さんこの間あったじゃないですか。体調がやばいですみたいなツイート。うん。うん、あれ見てダイエット始めましたからね。ほんまに、いや、大丈夫だよね。大丈夫じゃないですよ。あの、翔太くんは。白い顔してるやん。あかん顔してるやん。糖質抜いてるんですよ、今。危機感を覚えて、気をつけなきゃいけないなと思いつつも、でもやっぱついつい食べちゃいましたね。でも今日は鶏のご飯とグミ1個しか食べてない。ね、ヘルシーっすね。チョコ食べてた。あ、ごめん。カウントしてんじゃん。ちょっとこれ1個どっちにすこう？チンスコ1本か。いや、食べてるやん。しかも人の家のやつ勝手に食べてる。ボロ出てるわ。でもチンスコも2個入りのを1個にした。ただ、迷惑。健康がね、整ってないとお金稼いでも意味ないですからね。本当にそう。それはそうっすよね。お金あっても食べに行けないですもんね、美味しいもん。
感じすぎてるな。サッコさんが2つ違いだと思うんですけど、ちょうど僕ぐらいの時はどういう状態だったんですか？ちょうどブレインリリースぐらいじゃない？頑張ろうみたいな。すごいな、ブレインみたいに作ろうとも思わへんもんな。一切思いもしないですね。まあ、でもあの時はね、コンテンツ販売のプラットフォームノートさんとかにアフィリ機能があったら売れるよねみたいな分かってたから作るかみたいな感じだったよね。当時は遊んでたんですか？2年前。はい。うん。遊んでる。全盛期だね。あ、一番遊んでた時ですか。うん。東京来てってことですか。うん。2年前は全盛期だったね、本当に。凄まじかったもんな。どれぐらいのペースで遊んでたんですか。僕だけ言わされてるから絶対言わせなかったし。ありとあらゆるマッチングアプリが携帯に入ってた気がする。本当にひどい時は、ラブホテル入る、終わってから、その子返す、別の子呼ぶ、同じ部屋に。返す、別の子呼ぶ、が、1部屋3回だ。何やってんですか？それはないな、俺、さすがに。そんなんはないわ。ちょっと次元が違うから。同じ部屋リサイクルは僕ないです。リサイクルっていうか、いる時はなんか別にさ、寝たいなって思う子はさ、遊び相手とは違うじゃん。返そうみたいな感じになるから、一人で寝たいじゃないですか。そう、一人で寝るようと思って返すんだけど、はい。あ、不完全燃焼の。暇だなぁ、みたいな。で、読んで、みたいなのがかける3あるんですか。で、最後は、ちゃんと朝まで。あー、全然分からへんわ。全員しようとで。もちろん、もちろん。すごいな、でも、持ってないとできないですけどね、そんな。いや、でも、マッチングアプリって簡単でしょ。だって、向こうも求めに行ってるわけでしょ。しかも、細かったしね。当時は何曲だったんですか。2年前とかまだ細かったよね。75とか80ぐらい。今に比べたらね。年間10キロ増えてるから。75から80って今の僕ぐらいですね。うん。でも身長がちょっとそっちの方が高いから、もうちょっとポヨってしてるかもしれない。なるほど。そんなよう遊びながらブレイン作りましたね。それはすごいわ。天才や。ちょっと僕、まだ足りてないですね、むしろ。いやいや、そんなことない。いやいや。いや、でももう終わったよ。もう遊ばないから。引退したんですね。そういう時期を経てね。そう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 。落ち着いて。まあでも、一旦遊んどいたらね、落ち着くっていうか、後々こう花咲く方が立ち悪いですから、ね。うん、40歳ぐらいでキャバクラ入り浸るのが一番嫌じゃない？うん。青さんとかも今人生を燃やし尽くしますからね。うん、そうそうそう。ちゃんと燃え切ってくれたら、40ぐらいには落ち着いてくれる。全然つくと思うよ。荒れるんやったら早くちゃん荒れといてもいい。そう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 。うん、だってマッチングアプリの運用代行を頼んだもんね。そんなんあるんすか？それ月額いくらぐらいで何をやってくれるんですか？月額10万だったかな。免許その写真だけ送っとくと、トーカレに登録して申請出してプロフィール作って、うん、顔写真設定して、で、僕のカレンダーの空き時間みたいなところにアポ入れといてくれみたいな。すごいな。行くだけってことですか？そう。めっちゃ仕事できるやん。仕事できるでしょ。そうって月10万でクライアント7人とかいるから、一緒70万とか。自分でだってね、こう、ポチポチやって、なんかメッセージするぐらいやったら頼みたいかもしれない。そう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 。そうなんですよ。トーカレって30歳以上がほとんどなのよね。40歳、50歳で結構年収審査があるから、20代のトーカレユーザーってだけでいけるの。そんなになんすか？そう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 。へぇトーカレ登録したことある？ない。ほんまほんま？ほんまにない。ほんまにない。ほんまにない。もう年齢の時点で有利なんだよね。そう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 。前も出てたのって思う気持ちもわかるんだけど、年齢が若ければ他と比べると比較的よく見えるっていう。構築したら結構儲かると思うんだよね。確かに。ちゃんと仕組みをね。うん。しかもなんか、大体ありそうですよね。勝ち筋というか。メッセージ、うん。そうそうそう。で、しかもいいのが、若くて年収がそこそこ高い人にだけ返信をする女の子のリストが取れるから、例えば、サコさんとショウノさんがそこの大学に発注してたら、同じ人にサコさんからアプローしてバラをもらってコンタクトを取れたってことだって、ショウノさんが言っても多分マッチするだろうな、みたいな。なるほど。データベースが溜まってるから、回せるっていうか、リストの使い回しじゃないけど。それ、ええの？違う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 。それはいいな。で、嫌やわ。代行業者側のコスパはいいよねっていう話、ね、確かに、うん、シェアされそうで嫌ですけどね。そんなことは言わないけど。まあでも確かに、どん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 こう効率的に運用できるようになりますもんね。そっち側もなんか魅力的やん。構築する側も。面白そう。そんな頼むぐらい遊んでたんですね。ちょちょちょ、時間対効率を良くしたかった。なるほど。昔の話よ、本当に。今は解約してるから、もちろんね。みんな言ってますもんね、そこさんは落ち着いたというか、おとなしい。今はもう健康一筋やと。健康とポッカーしか知らない。これね。じゃあ僕ももうちょっと遊びます。それぐらいを目指して。3人くらいだったら全然ですよ、僕なんか。でも大阪でしょ？はい。関西の時は全然だったから。でも滋賀でしょ？まあ。
大阪は結構遊ぶとかありますよ、うん、でも滋賀の0と大阪の3プラス常連と東京の1日3は一緒一緒ちゃいますよ無理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 全然無理よそれはあとね僕この間ツイッターとかでロジンさんに、ね、僕いじられたんですよ動画で、はい、オフパコがどうのみたいな言われてるんですけどあれ言われてるの僕発注すぎなんですよね普通に僕がリップしてるのを切り抜かれてオフパコみたいな俺がツイッターでナンパしろみたいな言われたんですけどあれはなんかもともとうちで発注したことをきっかけにスライドの制作を始めた僕と同い年のこの奥さんなんですよ普通に何にも関係ないえあのオフ会で仲良くしてた子そうですあーあれなあ言うなよえ婚約者でしょだからそうですそうですもうでも結婚するんじゃないかな危ないよ気づいて何にもしてない何にもしてないでも今多分本当に何もしない本当に何もしてない本当に何もしてない本当に何もしてない言うても結構僕聞くんですよなんかツイッターのフォロワーと別に悪いことじゃないと思うんですけど、うん、遊んだみたいな、うん、僕本当にないんでうんあんま言われるんやったら逆に言ったのかなと思うんですけど、うん、いいじゃんそんな感じかな、はい、前半はめちゃくちゃ真面目だったんですけど、はい、後半も意外と真面目っていう話で落ち着いてしまったねそうですねそんなないですよそう、まあ、僕の周りの人意外と真面目かもしれない結構真面目じゃない青さんだけ単体で暴れてますけど。ああ、キャバクラね。キャバクラはね、もう本当に行かないんですよ。なんでなんですか嫌いなんですかプログラムされてるじゃん。接客というプログラムを。ボットじゃないみたいな。結局さ、接客マニュアルがあるわけだから。それはボットだよね、みたいな。僕でも遊びに行くんやったらキャバクラがいいんですよね。なんで？絶対失敗しないんで。じゃあ例えばこの日誰かと遊びに行きますってなった時に、相席とか行くのは嫌なんですよ、あんまり。選択肢して選ばないんですよ。うんうん、例えば相席に行くのに2時間確保してたとして、その2時間で、いや、とんでもなく態度悪いやつばっかりの日あるじゃないですか。せっかく遊びに行く日を確保したのに、エラーで終わるのが嫌なんですよ。だからある程度教育されてくれてる方が僕助かるんですよ。満足して、行って帰れるから、はいはい、みたいな。いや、佐藤君のゲスト話もっと掘りたかったけど、意外と真面目だった。本業はね、真面目だからこそでも、ちゃんとプライベートで遊べるというところはね、やらさせてもらった上で、概要欄にね、LINE のリンク貼ってあるんですけども、そこではね、僕のビジネスマガジンということで、売上利益どうやってあげるのっていうのを解説するコラムとかを毎日毎日配信してるんで、で今だけ限定でですね、資本主義攻略の裏マニュアルっていう、スライドマイス126枚超え、動画数80本超えの無料セミナープレゼントしております。ぜひ購読してみてください。で、あと概要欄に佐藤君の Twitter リンクも貼っとくんで、今後のブレインカレッジの動向気になるよって方だったりとか、コンテンツ制作こう興味あるよって方はフォローしてもらえるといいんじゃないかなというふうに思っております。では今回の動画は以上になります。どうもありがとうございました。ありがとうございました。